市民球場です。読売ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズ、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の直江、対するライオンズの先発はルーキーの上間、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。直江降板。マウンドに上がったのは堀田。今日2番手としてマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投球これから5球目。空振り三振。バッターは指名打者佐藤。今日はセカンドゴロとサードフライ打ちました。田中取った。セカンドから一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番岸。今日はセンターフライとショートゴロ。ストレート見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。投げた。空振り三振。取った。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。7回の表が終わって1対0です。ジャイアンツ敗れました。ご覧いただきましたように、本日の試合はライオンズが勝ちました。勝利投手上間、敗戦投手直江、西武田村。さて今日のヒーローは勝利投手の上間。本当に今日は大活躍でした。ご覧